はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズデリワンレトロですね。今回は旅の扉で出るボスモンスターとイベントで手に入るモンスターのみを使ってやっていきたいと思います。で、最初から遊ぶで、一応使っていくのは、まあ、その旅の扉のボスモンスターと、まあ、あとイベントのモンスターなんですけれども、まあ、やっぱりね、テリーのワンダーランド配合は重要な要素になるんで、配合はありで、あと、まあ、一応お見合いもありでやっていきたいと思います。まあ、そんなにきつい縛りではないんで、まあ、ゆるーくやっていきます。で、イベントはガンガンカットしていきます。じゃあスラボを回収して、最初の多分一人旅がきついよね。レベル上げないと。てか弱っ。スラボこんな弱かったっけ。倒した。どんくらいかかる ?7 か。それなりに倒さないといけないね。で、スラボ確か特技覚えないからね。そこがマジうんこなんだよな。よし、レベル2。あ、ヒットポイント8はでかい。攻撃力5もでかい。上がりはまあまあまあ悪くないね。で、起き上がったけど仲間にはできません。寂しそうに去ってった。では、ホイミン戦、まあ、こいつは殴って薬草を使って、もうレベルも4まで上げたし大丈夫っしょ。ホイミン使われても永遠にホイミンを使ってくるわけじゃないからね。マジックパワーに限界があるから、体力が減ったら薬草で回復させる。あとは殴る。それだけの作業。よし、オッケー。で、ホイミスライムは旅の扉のボスモンスターなんで仲間にしていきます。ホイミン。じゃあ G クラスやっていきましょう。ホイミンのホイミが肝だな。ま、火力としてもそこそこか。18、うん、まだいけんな。殴れ。よし、攻撃力でも14あんのか。あ、やばい、ちょっと回復させよう。で、素早さはホイミンの方が早いから先に回復してくれるね。早く仲間が3人欲しい。ホイミも多分すぐに攻撃力としては全然ダメージが通らなくなっちゃう気がしたから、前回やってて危ねえ。最初こういう補助魔法かなりやばいよな。寝たりしたら。さあ、最終戦。ああ、こういう舐め回しね、最悪。出したい。まあまあまあ、それなりか。いや、2人なったらまずい。ああ、2人なったわ。しかも毒1か。まあまあ1だったら、ゴーストの攻撃自体はそこまで食らわないから、もう1回数を減らしたい。スラボーで、よし、1体倒せれば、まあ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 大丈夫大丈夫。手数が足りないからね、3人いないから。どうしてもどうだ、これまだいけるか。いや、早めの回復だな。スラボ落ちたらマジで終わるかんな。で、ホイミンまだいけるっしょ。ちょっとまず左のゴースト本当に倒したい。ほら超めんどくさい。ホイミンで殴るしかない。あ、倒した。よし、総攻撃だ。まだまだいける。ホイミン、お前は使い倒す。オッケー。で、待ち人の扉、ドラゴン戦。
ホイミン、ちょっとスカラを唱えたい。5 全然増えねえな。火炎切り。いや、でも唱えておいた方がいいよね、スカラは。全然上がんねえな。火の息やばい。でっかん、ちょっと待って、これでこのまま薬草で回復させよう。重力5ずつ増えていく。どうなの。スラボは13食らうよね。スラボ11増えたな。火炎切り。あー、死ぬ。危ねえ。これはスカラが効いたか。5ずつ上がってるけど、まあ、薬草はね、拾ったものがまだいっぱいあるよね。いっぱいあるいっぱいある。ただ大丈夫。もう一回、よし、ホイミン守備力どんどん増やせ。死ぬ。意味あるか、スカラ。このくらいの上昇量、スラボーの11上昇してくれるんだったら全然いいんだけどさ。一回もう回復させちゃおう、スラボー。よし、もうマジックパーがなくなった。あとは殴るのみ。もうホイミとかダメだ、やっぱり攻撃力がうんこすぎる。まあ、スラボーも全然当たんないけどね。いや、火炎切りきついな。薬草が尽きるか、ドラゴンの命が尽きるか。ホイミ1だな。これ防御させとこう、ホイミ。分かった、防御だ。命大事にして、そうすれば、お、いいね、いいね、ダメージめちゃくちゃ防げる。で、スラボーがひたすら攻撃する。まだまだ余裕あるからね、スラボーのヒットポイント的には。これだったらスカラだいぶ効いてるよな。19食らうことはないでしょ、さすがに。で、ホイミンも結局防御してるからまだいける。1回ずつ薬草だな、これ。よし、50まで回復した。よし、倒した。ドラゴン、これでだいぶ楽になるよ。ドランというよりは普通にドラゴンにしよう。しかもドラゴン火力高いからね、今のうちらに比べればだけど。連れてこう。守りの扉ゴーレム戦。まあでもドラゴンいれば全然大丈夫でしょ。ドラゴンとホイミンいれば、まあ、防御されてるから、まあ、今はダメージが通らないけど、うざ。ホイミンじゃ完全に通らないな。ゴーレムで4、23、12、14か。まあスカラー唱えなくていい気がするな。このまま押し切ろう。力ためはちょっとまずいか。まあいいや、全力、こっちも全力倒した。で、ゴーレム仲間にして、ゴレムスでよくて連れてって、もうスラボいいでしょ、さすがに。帰れ。では F クラスいきます。まあこのメンツだったら大丈夫でしょ。全員ガンガン行こうぜ。ドラゴン火吐いてほしいんだよな、3人いるときは。うん、まあまあまあいいか。まあ、ゴレムスもね、え、やり返したって何？カウンターみたいなのしてきたんだけど。もうホイミンのちょっと攻撃力がだいぶ物足りなさを感じてきている。アルミラジカ寝たらちょっとまずいな。まあ、ガン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 、ちょっと命大事にね、しよう。早め早めの回復で安定を取りましょう。お、火の息いいね。まあ、10ちょっとは全員に当たるからね。だったら火の息を吐いてほしいけど、ゴレムスがめちゃくちゃマジックパー下げられた。
大して使うのないから、いっちゃいいんだけど、ここで火の雪入ってくれると多分、うお、ゴレムス。火炎斬りよりは火の雪でしょう。体当たり。痛い。てか、めちゃくちゃ下げられるんだけど。ホイミンが下げられなくてよかったな。一回火吐いてほしいな。ホイミンはもう絶対ホイミンで回復でしょう。ちょっとドラゴンやばいもん。まあ、それなりにからね。よしよしよし、火の息を吐いてくれていいじゃんいいじゃん。でまあ簡単に言うとゴレムスの攻撃が全員に通るみたいな感じだからね。うん、全然大丈夫だな。ホイミンちょっと集中砲火かかるけど、よしよし、火の息2連続は助かる。これで倒せるでしょ、まずスカルガル。ま、ここももらったな。ホイミンが若干やばいけど、もうでもホイミン死んでも大丈夫。死んでしまったけど、もうさすがに押し切れるよ。いや、やっぱりドラゴンとゴレムス安定の強さだな。では思い出の扉、キラーパンサー戦ですね。まあ、この火力があれば全然大丈夫でしょう。真空切り27、あ結構食らう。火炎切りで45、気合で24。うん、やっぱゴレムス、まあ遅いからね、気合ためでもいいんだけど、気合ためして25か。ホイミーはもうマジで攻撃力がゴミすぎる。ドラゴン攻撃力高いよな。まあ、ゴレムスはね、別にアタッカーっていうよりは、まあ、タンクだからね、役割的には。前線に出してない、一番最初に出してないんだけどね。一番前に持ってくるべきか。まあ、全体攻撃とかまだまだ全然ないんで、まあ、このまま押し切って終わりという感じで、キラーパンサー。名前はゲレゲレ。戸惑いの扉、人面獣ですね。まあここも普通にぶん殴って終わりっていう感じだと思うんで、まあ、ドラゴンで30、まあ、ホイミンでも8しか食らない。まあ防御はしてるっちゃしてるけど、なんか特殊なことやってきたけど、ドラゴンで20か。まあこのまま押し切って終わりでしょう。まあ呪いがちょっとうざかったけど、人面獣を仲間にしましょう。みんなオスだな最初は。さあそしてスカイドラゴンの卵をゲットして、一応イベントで手に入れられるものは使っていいという感じでやってきます。じゃあスカイドラゴンを孵化させます。まあ性別は別にどっちでもいいかな。メスになったな。スカイドラゴンだからスカイディア。で連れてこう、もうこのまま。でどうしようかな。ホイミンいいや、もう薬草で回復する。最初の方それで大丈夫でしょう。でもう配合はだからできるようになったんだけど、もうみんな押すしかいないっていうね。まあ、今回スカイドラゴン生まれたけど、他全員押す。でバザーの扉のボスですね。でこいつ肉をあげろって書いてあるんだけど、あげなくてもいい気がするんだけどな。まあ、ちょっと一応あげとこう。でスカイドラゴンがレベル8で、もうすでに攻撃力は79になってます。ゴレムスより強いですね。皆殺しを自分にやってきた。これはだいぶラッキーだな。まあ、ただ肉をあげる機会が少なくなっちゃうか。燻製2つ3つでいけそうな気はするんだけどな。いや、スカイドラゴンやられた。肉の方が重要だ今は。肉3つ目。一応世界中の歯は1つ買ってあるんで、生き返らせられるといえば生き返らせられる。死ぬ。
恐るべき皆殺し。じゃあモール水だな。おい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 、強すぎだろ。これはさすがに生き返らせよう。世界樹の葉ドラゴン、最後は自殺。自殺して仲間になりたい。俺こいつらの仲間になりて死のうって言って死んだ感じだな。パシバル、こいつも押すか。ではこの超高火力軍団で E クラスを勝ち抜いていきましょう。ホイミンはいません。スカイドラゴンの火の息がね、そろそろ火炎の息に変わりそうな気はするんだけど、まあ、ちょっとレベル上げるのもめんどくさいんでこのまま押し切ります。攻撃力は高いよね。ドラゴンレベル13で攻撃力89に対してレベル10でもう96あるからね。でドラゴンはもう火炎の息になってる。でスカイドラゴンはまだ火の息なんだよね。ただこいつらは火効かなそうだな。火力でぶん殴るか。あ、マヌフサー、しかも全員かよ。いやーうざいな。で火の息これ吸い込んでる。あ、スカイドラゴン火効かないんだ。それは助かるな。あ、ただの火の息だったらねそんなに食らわないけど、ただマヌーサがうざすぎる。いけ、気合い入れて。ダメージが通らない。で今度は硬い軍団か。これは火の息と、いやヒャド、あヒャドはゴレムス効かないのか。火の息と火炎の息、強っ。ここも楽勝だな。スカイドラゴンの攻撃で終わり。これで E クラス突破。これでお見合いができるようになるはずなんで、ちょっとお見合い確認しましょう。でまずキャットフライをちょっとホイミン出して回復役をちょっと強くしたい。 OK です。で卵で生まれてくるんで、生まれてくるっていうかまず卵になるんで、性別を女にする。でその後悪魔の騎士とくっつけて悪魔系を作って、でその悪魔系と誰だ、ミッキーのお見合いくっつけてライオネックを作る。そのパターンでいこう。ブチスライムになるか。こいつを鑑定してもらおう。成長は早い。女の子、オッケー。じゃあ卵から返そう。でブチスライム、こいつはそのままブチちゃんでいいや。で連れていこう。誰外す？ゴレムスだな。もうドラゴン系2人強いから、もう火力が高いからね。でまたレベルを上げて、で今右に見えてるけどパシバルのオスとくっつけて、パシバルを血統にして悪魔系にするっていう感じでやります。で安らぎの扉、スライムファング、こいつは仲間になるんで、まあ普通にぶん殴るんですけど、ブッチスライムは作ると。あれ、どんくらい食らう？うわ、結構食らう。でちょっと1個しくったのが、今回キャットくらいお見合いさせて、まあ継承できるんですけど、倍切ると思ってんだよね。だから倍切ると覚えさせられるだけのレベル上げてやらないとちょっと無駄になっちゃうんで、そこがね今の段階だときついかなっていうところ。18とかそこら辺まで上げないといけないんで、レベルを。まあブチスライムレベルの上がりはね全然いいんで、一人旅させてちょっとレベル上げようかなと思って考えてます。だマジックパワーの伸びはね悪そうだから、最短で覚えられるかって言ったらそれもまた怪しいんだよね。ここでスクルトはとりあえず
大丈夫かな。もうガン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 命大事にで。やってこう、やっぱりバイキュートはもうあった方がいいからね。絶対覚えたい。ここでバイキュート覚えられなかったら多分もう覚えられないから、そもそもバイキュート持ってるやつなんて旅の扉のモンスターとかでいる？お見合いはもうだってもうこれでやっちゃったからね。いやでも継承いろいろ考えるとさ、仕込みが大変だなってちょっと思った。でスライムファングは仲間にします。ファング、まあ、スライムファングも結局お見合いで出てくるからね。もうね、あのブチスライムがバイキルトを覚えるの絶望的なんで、ちょっとね配合を調べたら植物と物質で琥珀層ができて、琥珀層がバイキルトを覚えるんだよね。なんで琥珀層を作っていきたいんだけど、今覚えてるブチスライムのポイミとスクルトは継承させたいということで、ね、レベル17まで上げたんですよ。そう、レベル17まで上げたんだけど、マジックパワーがね、72とか必要なんで、もうちょっと絶望的だなと思って、もう諦めます。で、ね、物質を作りたいんで、まずゴレムスやって、で、そこから、プチスライム。で、踊る宝石か。まあ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 、いいでしょう。作ろう。踊る宝石もちょっとメスにする必要があるんで、鑑定して男の子か、変えよう。祝福で変えます。で踊る宝石誕生。まあ一応踊るにしとくか。名前はこいつをまた連れていきます。で最初は引率役としてドラゴンと2人で連れて行って、踊る宝石1人で行けるようになったら経験値がね、あの3倍になるんで、まあ、3倍っていうか3人連れていると分配されるんで、まあ、1人で行けるようにまた鍛えていこうと思います。で人面樹と踊る宝石、こいつを掛け合わせて仲間が誰もいなくなってしまうぞ。これで琥珀層作ろう。もうどんどん作っていこう。で琥珀層もメスがいい。結構時間かかるんだ男の子で変えよう。誕生琥珀層プラス3、まあ、こいつはそのまま琥珀で連れていく。大切に育てます。よし、バイキルト仲間を呼ぶ。だとこいつね、フバーハとマジックバリアも覚えてめちゃくちゃ有能なものを覚えるんだけど、もうちょっと無理だな。でこのパッシバルと琥珀層ダークアイができるのか。まあ悪魔系だったら何でもいいんだけどね。でこいつ自体は、お見合いさせるんで、特に性別が男でも女でもどっちでも大丈夫です。なんでこのまま孵化しましょう。いやバイキルトなかなかきついよ。フバーハもねもうプラス 1,2 で覚えられるんだけど、それがね今の時期だときつい。なのでもう妥協しました。ダーク、ちょっと待って、ダークアイか。ダークだけだとなんかわかんないそうだけどな。まあいっか、ダークで。5文字入ればまた全然違うんだけどね。で連れてこう。大切に大切に育てます。バイキルトがですね、レベル17のマジックパワー72、賢さ66で覚えるみたいなんですけれども、ちょっとこいつバカすぎてちょっと賢さ足んなそうなんですよね。まあ、レベル18、19、20とかになっていけばもちろんね、ちょっとずつ賢さ上がってって覚えるんですけど、今もうマジで17までが限界なんで、ここら辺で鍛えようとすると、なんでちょっと賢さの種を投入します。3か5上がると思ってたんだけどな。で64、さすがにいけるだろうこれで。なんか毎回ね1とか2としか
上がんなくて、でうまくいけば3とか上がる時があるんだけど、66なんであと2レベルで1ずつ上がるでしょ、どう考えても。というわけでもうちょっとレベル上げを頑張ります。さあこれでレベル17、賢さも足りてる。最後なんでここでめちゃくちゃ上がってんだけど。どういうことだよ。まあ別にいいんだけどさ。よし、バイキルト覚えたんで、これでようやく。で、リザードマンとお見合いして、ダークくん。OK。お願いします。で、このライオネックは、最終的には、バトルレックスと掛け合わせたいんで、オスがいいですね。男の子、OK。よし、ライオネックできた。しかもプラゴ。むちゃくちゃ苦労したこいつを作んのに。連れてこう。大切に大切に育てますよこいつは本当に。で、勇気の扉ビッグアイですね。こいつは仲間にならないんで、まあ単なる経験値要因ということで、まあみんなガンガン行こうぜで大丈夫でしょう。とりあえずマグマの杖も、まあ、2本あるし使ってこう。少しでもダメージソースになるように。あとそう、表示速度速くしたら戦闘も速くなった。で、ちょっと待ってね、ライオネックは命大事にしておこう。キャバることないと来るかな。ちょっとスカイドラゴンがまずめか。ヒットポイント低いからな。氷の息も強いし。で、マグマの杖、ちょっとベギラマかな。効果は壊れた。悲しい。んー、まだいけるか。ちょっとアモールの水もそんないっぱいあるわけじゃないからな。あ、倒した倒した。オッケー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 。で、500の経験値、うまいね。ダイオネックはまだ11です。お、バギマンになった。やった。真空切りか。じゃあ氷河魔人ですね。こいつはちょっとゲレゲレちゃんと行きましょう。 OK。 はい。で、グリズリーが出来上がったので、こいつは孵化させちゃいましょう。で、このグリズリーは、お見合いのスライムファングと配合させてユニコーンを作ります。現れたグリズリー、グリズリーでいいや。OK。 で、連れてこう。スカイドラゴンもちょっともういいや。よし。で、ドラゴン、ライオネック、グリズリーね。これでちょっとまたレベルを上げます。では格闘場の D クラス突破していきましょう。グリズリーの火力見せてやんよ。もうすでに攻撃力199とか、ほんとこいつ異常火力者だよな。獣斬り、まあライオネックベギラマ使って、ドラゴンの攻撃力でまあこのくらいか。もう余裕だな。先手必勝でぶっ倒す。メドサボール2体のキラスコップか。一撃を、まあ、全体攻撃を3人で打つか1人1殺でいくか、ちょっとバランスは悪いな。多分ベギラマクラス3人で打てば1ターンで終わりそうな気はするけど。さまよう鎧の鎧も引き裂く。転んだ。クリズに行け、行け。危ねえ。そう、こいつらイカれた攻撃してくるんだよ。何、一発で倒せないか。食らった。魔人斬りを食らった。しかしライオネックで決めたか。グリズリーの出番はなかったな。というわけで D クラス勝ち抜きをしたので、
今回はここで終了したいと思います、まあ、一応ね配合は先のことも考えて配合はしてるんで、まあ、使えるモンスターだけねうまく利用してやっていきたいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。